こんにちは、ハーブティー。はい、まえのんです。今日はですね、久しぶりにヘアアクセを使ったヘアアレンジの紹介をしたいと思います。よかったら最後まで見てみてください。どうぞ。はい、それでは早速紹介していきたいんですけど、今日ね、使うのはほとんど ZOZO タウンで買ったヘアアクセを使ってやっていきたいと思います。はい、それでは早速紹介していきたいんですけど、まず最初に使うのがヘアピンですね。これは2個ついてて、スメリーっていうブランドで買いました。歪みメタルセットピンって言って1650円でした。なんかちょっとね、歪んでるゴールドのヘアピンで。そう、これをすごい簡単なんですけど、もう、さーっと、はい。こんな感じで後ろに持ってきてあげる。それがちょっと大人っぽくて可愛いかなと個人的に思います。なんかちょっと綺麗系の服にすればよかったかな。ちょっと着替えてこようかな。着替えてきていいですか？着替えてきます。はい、気を取り直してヘアピンを使って、ちょっとね、こういうアレンジする時にああいう元気な感じの服装をすると少し子供っぽくなっちゃうので、後ろにね持ってきてあげる。はい、こんな風になりました。可愛くないですか？もうこれだけでヘアアレンジができちゃうっていう。普通に下ろすのもいいけど、こうやってちょっと止めてあげるだけでも可愛いかなと思って。で、これに似た感じで言うと、これも買ったんですよ。こちらもスメリーの滅帯2セットピンっていう、こういう形のピンです。なんかね、形が2つとも違うんですよ。だからこうやってつけるとなんか自然とおしゃれに見せてくれる。はい、こちらが私が買った時はセールになってて、1870円が1309円になってました。これもゴールドですね。滅帯じゃなかった、立体だった。立体2セットピンだった。滅帯ってなんだ。立体でした。確かに立体です。で、これも同じ感じでつけてもいいし、ヘアゴムでざっくりなんですけど結ぶじゃないですか。私がよくやるのはこう普通にお団子下でしちゃうっていう、そういうお団子したところの近くにこれをこう2種類刺してあげるのもこんな風に。してあげるのも可愛いんじゃないかなと思います。で、この辺もちょっと引き出して、耳をね隠すっていうのがポイントですね。耳出てるとちょっと子供っぽい雰囲気になるので、耳をかぶしてあげるっていうのが可愛いかなと思います。こんなヘアアレンジもどうでしょうか。そしたらこれもね、セールになってました。ビスで買ったパールビジューミニヘアクリップっていうやつで、1280円が1152円になってました。私が買ったのはこのタイプで、ゴールドだ。私が買ったのはゴールドっていう方ですね。パールになっててクリップなんですけど、こういう感じで後ろの方にねじって、この辺で掴んであげる。ねじってねじって、結構ね、ラフにする方が今っぽくて可愛いので、あんまりギュッとねじらずにこういう風に止めてあげるのも可愛いんじゃないかな。そう、なんかね、ゴールドになってて、ゴールドもゴールドでもちょっと大人っぽい感じのデザインなので、ここがね、丸だったらちょっと子供っぽいんですけど、なんて言うんだろう、ちょっと潰れた丸だから大人っぽく見えるかもしれない。こういうヘアアレンジも可愛いのではないでしょうか。で、次が、あ、これも気になってたやつ。なんかいろいろ売ってて何がいいのかなと思ったんですけど、このブランドで買ってみました。フューチャーランドって読むのかな？メタルラインヘアクリップ。これもなんかセールになってたけど、いくらから安くなってるのかわかんないけど、699円でした。
でもね、699円には見えないかも。クオリティ的には結構しっかりしてる、安っぽくないです。これはもうすごいラフなんですけど、こう一つに持って、私はこうくるくるっとねじって、こういう本当にねじって、これを上に向ける、上に向けてこれをパッと止めてあげる、こんな感じ。ちょっと後ろ姿見えないから何とも言えないですけど、ちょっと韓国っぽいアレンジな気がする。うまくできてるかな、こっちでも綺麗かな。ちょっと向かるかも。できたかも。こんな感じ。さっきより綺麗なはず。こういうアレンジも大人っぽいのではないでしょうか。これかわいい。私結構これ好きかも。これこれこれ。これも結構プチプラで可愛かった。ラックベアとベッド、ラックベート。読めない。これはなんか ZOZO タウン限定パールラウンドヘアクリップって書いてあって、これもね350円になってました。690円が 49% オフらしい。じゃーん、なんかパールになってた。これもこれは私が買ったのがその他1ってやつです。その他1ってやつを買いました。これは緩めのハーフにして、このハーフの部分のここに止めてあげる。こんな風にゆるっと止めても可愛いと思います。ちょっと見えてないから何とも言えない。見えてたら分かるんだけど、うまく止まってるかな。もうちょっと上でも可愛いか。この辺に止めてあげる。でも可愛い。これも結構ね安く見えないかも。しっかりしてる。私なんかね、ZOZO タウンの買い物結構得意かもしれない。自分で言うのもなんだけど、あんま失敗したことないかも。なんか知らないブランドとか買っても、結構安いやつとかも買っても失敗してない気がする。まあ、失敗したら紹介しないんですけどね。でも今回のヘアアクセは買ったやつ全部紹介できるぐらい成功してます。そして続いて紹介するのがこれなんですけど、アントマリーズでいいのかなっていうブランドになってます。これがスリムスティックバレッタって言って、ゴールドを私は買いました。これ1430円でした。なんかちょっと今日巻いちゃってるからあれなんですけど、ストレートヘアの時とかにすっごいニュアンスね、もう結んでないぐらい、あ、できるかな、できるできる、こうやって止めてる写真があって、すごい可愛かったから買ってみました。本当に挟むだけ。なんか結ぶとちょっときっちりしすぎてる感が出ちゃうけど、本当にこれ挟んでるだけなのでめちゃくちゃ楽だし、なんか勝手に大人っぽくおしゃれに見せてくれる気がします。いや、このアレンジめちゃくちゃ好きだったな。で、次に紹介するのがフラワーっていうブランドで、クラシックリボンピンっていう、なんかこういうリボンの後ろにこういうピンが刺さってるヘアアクセを買いました。これがブラックを買って1518円でした。ほんと差し込むだけでできるっていう書いてあって、これまだ使ってないんですけど、やってみよう。髪を結んで、この刺さってるとこを、刺さってるとこじゃない、刺せるとこを刺す。あ、簡単、できた。じゃーん、どうだろう、かわいいかな。あんまりリボンって使わなくなっちゃったけど、前みたいに、昔みたいに、なんかこういう刺してるみたいな方のリボンの方が使いやすいなと思いました。これなんか一つで結んで今つけてるんですけど、ハーフアップとかしてハーフのとこにつけてもかわいいかもしれない。しかもなんかね、他の色も確かあって、ね、ブラウン、ピンク、ブラックかな、3色ありました。ブラウンも可愛かったけど、やっぱ黒が一番使いやすいかなと思って黒を買ってみました。どうでしょうか、使える、結構これ
簡単取り外しもおすすめ。はい、続いて紹介するのがこれもZOZOTOWNで買いました。これはねインスタでも紹介したんですけど、この間カスタネっていうブランドかな、カスタネっていうブランドなんですけど、ベルアカチューシャで1650円が 20% オフになってました。1320円になってました。すごいね、細いんですよ。私結構カチューシャいっぱい持ってるんですけど、こういう細くて大人っぽいベロアのカチューシャ持ってなかったので、でね先端がこうゴールドになってて結構ね高く見えます。これも1320円には見えない、まあ、安くなってそれなんですけど、そうこれねすごいつきやすいし頭も全然痛くならなくて、うん、簡単。ちょっと前髪を薄めにして止めてあげるだけ。結構細いカチューシャ持ってたけど、こんなに細くて気に入るカチューシャ持ってなかったので、これ買ってよかったですね、すごい。はい、最後ですね、これで最後はちょっとZOZOTOWNじゃなくてコスで買ったんですけど、私の大好きなコスに、この間ねプラって買い物行った時にヘアアクセ可愛いの売ってて、しかもその日ちょうどたまたまこういう色の服着てたんですよ。黒にちょっとバッグをこういう色のものを持ってて、なんかあ今日の私服にめっちゃ合うじゃんと思って買いました。これは3つ付いてたので片方に2個、あ片方に1個ずつでも可愛いな。こうやって1個ずつでも可愛いし、どっちかにこっちでいいか、こっちにこうやって2本つけて、こっちには2本ついててこっちは1本みたいな、そういうのも可愛いのではないでしょうか。じゃん、こうやってピアピンついたまま結んでも可愛いです。はい、ということで今日はこの辺で、ヘアアクセの紹介を終わりたいと思います。皆さんいかがだったでしょうか。気になるものがあったら嬉しいなと思います。最近買ったので多分ほとんどのものは売ってるのではないでしょうか。もしかしたら売り切れちゃってるものもあるかもしれないんですけど、参考になったら嬉しいです。よかったら真似してみてください。それではよかった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみ、ミルクティー、またねー。